赤の広鉢の上の旧世主教会ロシア建築は、ルーシおよびその後のある時に、ロシアにおける各時代の建築様式を紹介する。ルーシ、またロシアは10世紀まで木造建築のみであった。キエフルーシが起こり、今日黄金の冠と呼ばれるウラジーミル、ロストーフ、モスクワなどの都市が形成。城壁や教会建築が活発化した。ピョートル一世は、 ヨーロッパ文化をロシアに積極的に持ち込んだ。サンクトペテルブルクを剣とし、モスクワとは全く異なる性格を持つ都市へと発展した。この時ヨーロッパで絶頂だったバロック様式がサンクトペテルブルクを中心に花開いた。先制時代は古くからロシアの伝統とヨーロッパの潮流のせめぎ合いであった。ロシア革命によるソビエト成立は 過去を否定し全く新しい建築を模索するロシアアバンギャルドが登場し、構成主義が一世風靡した。しかしナショナリズムの台頭で再びスターリン様式のような古典に回帰し、長らく停滞期に入った。しばしばロシア建築と呼ばれる建築の範疇には、キエフルーシをロシアとみなして考えられている。しかし、キエフルーシを必ずしもロシアの枠組みとはせず、 東スラブ共通との意味で、ルーシュと捉える研究が、ロシア以外の国では盛んになっている。その意味では、ロシア建築というくくりよりも、ルーシュ建築と呼ぶ方が妥当なものもあるが、ホームページでは便宜的にまとめて扱う。防地下の一例、ココーシュニックは、上部が半円形をした装飾のこと、上部が尖った形をしているものもある。 18世紀頃のロシアの建築物によく見受けられる。空部は四角形や八角形の建物の上に乗る曲線屋根の形式ことである。ロシア木造建築の典型的なフォルムでもある。ペディメントは三角形の切り妻壁のことである。主にファサードに設けられた出入り口の上などに設置された。防地下は半円の戦闘屋根のことである。 ロシア木造協会建築の大きな特徴である、木島の県境聖堂と消灯。ロシア伝統的木造建築の最高峰。ニコロカレー修道院の正門10世紀に入るまで、ロシアの建築物はほとんどが木造だった。切断面が腐食しないようにノコギリではなくキセニの破壊が少ない斧を使用した。15世紀には、 鉄の釘を一本も使わずに建てる工法も生まれた。ロシア北部には現在もなお多くの木造建築が残っている。これはロシア北部ではタタールの首輝きによる破壊を免れたこと、そして近現代で工業地帯とならなかったためであった。木造建物は丸太を組み合わせて作られた。最も基本的な工法はベネッツと呼ぶもので丸太を水平に組み上げ、 長方形の平面を作っていくものである。丸太を垂直の柱に打ち付けると、水平方向の丸太が乾燥して、隙間ができてしまう。一方で、ベネッツ工法では、丸太の接合部に保存を掘ることで、隙間ができにくくしていた。丸太の接合方法は主に以下の3通りあった。一軒の家を作るためには150本から170本の丸太を必要とした。 丸太の間の隙間を完全に埋めるため、苔を詰めた。天井は丸太で組んで、天井裏に粘土を塗った。床は平板を敷き詰めた。丸太を組んだ角の部分には基礎として大きな石を置くこともあった。木造建築は、時代が減ると技術の高度化と丸太木工の企画化が進んで、家一軒を組み立てるのに数時間で済むようになった。例えば1551年に、 ロシア軍が、タタール人の町であった火山を包囲するために、城塞都市のスビアーシュスクを建設したが、わずか1ヶ月の後期であった。最も簡素な木造住居は、今と、土間からなる住まいだった。その後の北、ロシアでは、厳しい冬の生活のため、納屋と住居が一つの屋根の下にあった。場合によっては、井戸も一つの屋根の下に収めていた。厳しい冬の寒さをしのぎ、 暖房効果を高めるため今は極限までコンパクトになった。一方で南ロシアでは比較的温暖であり、屋敷に囲まれた中庭が象徴的である。10世紀に入るまでロシアの建築物はほとんどが木造であった。ロシア建築の歴史は木造を石造に置き換える歴史でもあった。ウスペンスキー大聖堂はストラハンの クレムリン・キエフ・ルーシのウラジーミル一世の治世時、キリスト教を国境都市キエフ発の教会であるデシャチンな教会が建設された。15世紀後半からイヴァン三世のモスクワ大公国が勢力を増していった。また時を同じくしてオスマン帝国によりコンスタンティノープルの陥落が起こるとモスクワ大公国の歴代の君主の中にモスクワイコール第三のローマとする。 第三ローマ論が意識されていった。つまりモスクワこそ、コンスタンティノープルの後継となるキリスト教、聖教会の聖地であるとした考え方である。ロシア聖教会の聖地、生信女終身大聖堂、赤の広場のポクローフスキー聖堂などが生まれた。17世紀にロマノフ朝が成立し、中央集権化が進むと、ロシア諸公国の各都市は要塞を兼ねた。 修道院が建築されるようになった。イタリ生産者製セ,セルギー大修道院、イッパーチフスキー修道院、スパソブレオブラジェンスキー修道院などである。冬の宮殿。中央左の円柱はナポレオン戦争勝利記念のアレクサンドル円柱。1712年にサンクトペテルブルクにセ都が正式に決まる。ペテルブルクはヨーロッパへの窓と位置づけられ。 都市計画がそのまま実現した都市となった。ピョートル一世は才能ある若者を西ヨーロッパ諸国に留学させた。彼らはベルサイユ宮殿を建築模範とする教育を受け、ロシアに招かれた外国の建築家と競って仕事を行った。サンクトペテルブルクの建と初期の比較的落ち着いたバロック様式はピョートルバロックとも呼ぶ。 1740年から1760年代にかけて、ピョートル一世の娘、エリザベータの命によって、イタリア人の建築家、バルトロメオ・ラストレッリが活躍した。彼の手に、冬の宮殿をはじめ、スモーリヌイ修道院などサンクトペテルブルクの代表的なものが建築された。この時期をエリザベータ・バロックとも呼ぶ。一方で、モスクワでは、 レンガの赤と白壁のコントラストを特徴とした。モスクワのバロック期の建築物の多くは、ナリルイーシュ港の土地に建てられたため、ナルイーシュバロックとも呼ばれる。聖イサーク大聖堂古代、ギリシャやローマ時代の復興を取り入れた様式は、ネオクラシシズムと呼ばれ、フランスの絶対王政の理念を表すとして好まれた。ロシアでもこの潮流が大きな影響を受け、ロシアクラシック様式となった。 1812年のナポレオンのロシア遠征での勝利後、ロシア国内の愛国心の向上と古代、エジプトや古代ローマの様式を取り入れ、クラシック様式は最高潮に達した。1830年代に入ると、資本主義の波がロシアにも押し寄せた。クラシック様式は単調なものとみなされ、様々な様式を織り混ぜた、折衷様式が生まれた。この頃鉄道の駅舎や、 商業施設など、それまでとは異なる大規模構造物が要求されていた背景もあった。1880年頃からは、鉄筋コンクリートとクラシック様式を設置したものも出現した。ロシア古典様式の解釈を進め、ネオゴシックや第二バロックなど古典回帰していった。旧聖主ハリストス大聖堂ネオロシアは、設置様式からの発展型として、三つの段階を、 へた。第1段階は、ロシアビサンチンであり、旧聖主ハリストス大聖堂、クレムリン大宮殿が登場した。これらの対策は、教会と先制国家の具現化したものであったが、装飾の細かさでのみ表現しただけであった。第2段階は、古典様式を科学的に再解釈する段階だった。合理的な立体構成と実用的な装飾が好まれた。 代表的なものは、モスクワ歴史博物館などである。第3段階は、古典様式を、先制的なものではなく、ロシア諸公国時代の自由な発想を見出そうとした。そのきっかけは、画家ブイ・バスネツオフと、ブイ・ポレーノフによる、伝統建築の芸術的解釈に基づいた、新たな美的基準の創出運動だった。彼らはロシア諸公国時代にモチーフを求めた。 第3段階の代表作としてはトレチアコフ美術館などである。19世紀末からヨーロッパ全体に起こった新建築運動のモダン主義はロシアにも出現した。モダン様式の建築家たちは折中様式など古典的手法を否定した。そして歴史や過去の芸術の解釈よりも個人的な思考や感情を優先した。モダン様式の建築家たちは またあらゆる芸術分野の融合させることで完全な創作を目指した。よって建物の外観だけでなく細部の装飾やインテリア、家具までも一貫した主張を持つようにデザインした。着色したタイルやステンドグラスを多用したのもこの時期の建築の特色であった。ソーコルテイヤモスクワのホテルメトロポールゴーリキー文学博物館が初期のモダン様式代表作である。 ロシア革命はロシア芸術にとっても一大転機となった。今までの権威主義的、宮廷芸術的な建築が否定され、社会主義的、合理主義的な先鋭化した様式への回帰が叫ばれた。これらの芸術革新運動はロシアアバンギャルドと呼ばれた。ロシアアバンギャルド建築の中で最も論理的な手法を用いたのが構成主義だった。構成主義は 建築物の力学的に計算し尽くした構造による構造美こそが建築美であるという単純化した主張だった。建物のファサードも装飾美ではなく構成全体の美しさを表現するようになった。メイリニコフテすでに世界的名声を獲得していたため、ソビエト時代のモスクワに実験的な自定を建築することができた。 1925年のパリの装飾博覧会でソビエト館を設計し外国館グランプリを手にしたのがコンスタンチン・メイリニコフだった。メイリニコフは以後コロンブスモニュメントの設計など世界的に活躍しロシア建築界の巨匠となり構成主義の機種であった。シャーボロフスカヤのラジオ島ウラジーミルシューホフ作。ウラジーミルシューホフは 双極面構造の外観を持つシューホフタワーと呼ばれる塔を創出した。ソビエート成立以後初めての大型構造物であったシャーボロフスカヤのラジオ塔を設計した。一方1920年にモスクワに美術、建築などの教育機関ブフテマスが創設された。ウラジーミルタトリニやメディーニコフが教鞭を取り非常に 短期間だったが先鋭的な作品が数多く生まれた。まさに、ロシア版のバウハウスだった。ロシアアバンギャルドと呼ばれたラディカルな芸術運動は、スターリンの手により終結を迎えた。構成主義の押し出しの弱い建築は、様式論争の中で否定され、再び国家の権威を強調したクラシック様式が、好まれるようになった。1930年のソビエト宮殿の構想は、 ソビエト誕生後の建築における一大転換点になった。ソビエト宮殿のコンペは1931年に開催され、当時の建築界の巨匠ルコルビュージエ、ロシアのメイリーニコフも参加した。しかし、公正主義の建築家の案はコンペに残ることはなく、労働者の像を頂点にしたモニュメント性の高い、ボリスヨファンラの案が採用された。頂点の像をスターリン像に変更し、 エンパイアステートビルディングを抜く高さを目指した。スターリンは1947年のモスクワ県と800年記念に、再して世界の模範的首都としソビエト宮殿を含むモスクワ再建を命じた。ソビエト宮殿は、再着工したものの基礎工事のみで完成することは、なかった。宮殿を取り囲むように配置された高層ビル群、セブンシスターズは姿を現した。 これらのビルは頂点には先頭を取り付け、その異様を示した。スターリン様式での建築で顕著な例の一つとして、モスクワの地下鉄であった。モスクワは急激な人口増加に対応すべく、地下鉄を国家的事業として推進した。地下鉄建設はさらに、スターリン政権下で、社会主義のショーウィンドウ、労働者の宮殿として定義された。地下鉄の駅の内装用の建材として、 20種類の大遺跡、花崗岩、半岩、薔薇石などがソ連各地から集められた。建築された駅は壁な装飾に彩られていった。フルシチョフ時代の集合住宅1954年のスターリンの死後に権力の座についたフルシチョフはスターリン批判を展開した。これはロシア内外に波紋を与えた。建築においても スターリン時代の建物は労働者の要求を忘れ、コストや利便性を無視してカビに走ったと激しく非難した。フルシチョフは共産主義の主役である労働者が数世帯が共同入居していた劣悪な住環境から解放するため、新たに一世帯に一つの住居を提供する5カ年計画を策定した。この計画に基づいた集合住宅の建設には、 経済合理性というコンセプトの元しっそなコンクリートパネルによる広報が主流となった。フルシチョフ失脚後、ソビエトは官僚主義が支配する時代となった。ソビエト建築も長い停滞時期に入った。当時のロシア建築界のこのような閉塞状況に、特に若手建築家たちは当然ながら不満を抱いていた。ソビエト国内でオリジナリティを発揮できなくなった。 建築家たちは20世紀初頭に展開されたロシアーバンディアルド建築家たちの建設プロジェクトやソビエト宮殿計画などの時のようにしばしば紙の上のみの非現実的な建築計画を制作し国際建築設計協議特にアイデアコンペの出展により活路を見出そうとしたこれらの運動はペーパーアーキテクトと呼ばれ1980年代に 数々の国際コンペで入賞を果たしていた。ペーパーアーキテクト運動という何らかの芸術的な主義主張のもとに誕生した運動ではないため、それぞれの建築家の表現方法も様々で、各作者の作品間に何らかの統一されたスタイルを見出すことはできない。しかし共通点は、過去のペーパーアーキテクチャーからの引用によって、構成しそこから、 具体な建築空間が想起させにくくされているものや、騙し絵のような不条理空間や廃墟の設計図などがしばしば描かれた。各作品には建築設計することに対するニヒリズム的な性格を帯びていた。この建築界のアンダーグラウンドで展開されたペーパーアーキテクトないし、ペーパーアーキテクチャー運動は1970年代以末。 当時のモスクワ建築大学の教授であったイリア・レジャワが自らの下に集まった学生たちと国外の建築コンペティションに積極的に参加し始めることで開始された。代表格にアレクサンドル・ブロツキーとイリア・ウトキンのコンビやミハイル、フィリッポフ、ミロン・ハザーノフラがいる。ただし彼らもその後はいくつか実作品も手掛けるようになっていく。こうしたソビエト・ロシアにおける ペーパーアーキテクトという故障は明らかにネガティブな響きを持ち非難、嘲笑するために用いられていた。実際活動を行っていた彼らにしてもあえて自らをそう呼んでいた者もいれば実作もあって活動を続けていた者はその故障を否定している者など捉え方も様々であった。この時に彼らに注目を集めていたのが日本の建築雑誌新建築や セントラルガラス株式会社が主催する国際コンペティションで実際の建設行為は前提とせず一枚の図面のみによって表現するあくまで構想のユニークさなどを競う審査されるというこれらコンペの条件は通常のコンペに必要とされるプレゼンテーションのために行われる自身の渡航から巨大な模型やパネル類の国外搬出など これらは彼らしても非常に困難だったからであり、当時の彼らが置かれていた状況にうまく合致していた。これらはかて、ロシア人建築家らによる多数の入賞作品が注目されまもなく彼らの名は、ソ連国内よりもアメリカや西欧など西側諸国で注目を集めるようになっていく。1985年のゴルバチョフにより始められたペレストロイカにより、 建築も長い停滞期を脱した。改革開放が進み大学教授が実際の建築設計を行えるようになった。すでに西側では死んでいたポストモダンが一大ブームとなった。またアバンギャルドや構成主義の復活を試みる者も,も現れたが多くはモノマネに終わった。1991年にソビエトが崩壊した。建築技術、 資本など様々なものがロシアに流入した。経済はしばらく低迷したが、石油など豊富な資源により、だんだんと成長過程に入った。建築界も西側のコピーから、従来のロシア建築の見直しや融合など新たな段階に入った。分類参考、リシャット・ムラギルディン、ロシア建築案内、とうとう i s b n 4からありがとうございます。